ストライドを伸ばしていく重心移動のテクニック。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん、ストライド、つまり一歩の歩幅伸ばしたいですかね。やはり日本や世界のトップ選手を見てみてもですね、やはり一歩の歩幅っていうのはめちゃめちゃ大きいわけなので、タイムに直結してくるってことをね、よく理解できるかなと思います。ただし皆さんの中でですね、一歩の歩幅が狭いとかですね、小さくどうしても走ってしまうとか、あと単純に 100m のねタイムが上がってこないとお悩みの方も多いんじゃないでしょうか。今回はですね、このストライド一歩の歩幅をアップさせるための重心移動のテクニックを身につける5つのステップということでですね、お話をしていきたいと思います。なので皆さんの中でもっともっとですね、 100m 走のタイムを上げていきたい、ストライドを大きくしてライバルに勝っていきたいとかですね、走りのフォームを修正していきたいという方ですね、ぜひ最後までご覧いただいてですね、練習の参考にしてみてください。このチャンネルは陸上競技の短距離走に関するですね、トレーニングの方法や理論や考え方をね、主に配信をしています。チャンネル登録をお済みでない方は、この後ね、していただいて、別の動画もいろいろね、チェックしてみてください。この動画がいいねと思ったら、グッドボタンもお願いします。では、早速やっていきましょう。はい、まずですね、ストライドを伸ばすためにはどうすればいいかというお話を先にねしておきたいと思います。僕のチャンネルね見ていただいている方でね、そんなこと分かってるよという人がね多いかもしれませんけども、中にはね、ストライドの伸ばし方ですね、まだちょっと分からないとかですね、勘違いしてしまっている方も多いかなと思いますので、一度ね復習をしていきましょう。ストライドを伸ばす、つまり一歩の歩幅を伸ばしていくということ。なので単純に一歩で遠くに行ければいいんでしょう。これはですね、確かに正解なんですけども、このイメージだけ持ってしまうと、走りの中でのストライドというのがね、伸びていきません。つまり、今ね、僕がね、簡単にやった通りですね、例えばこの位置からその位置まで、足だけ伸ばしてですね、ストライドを稼ごうとしていくと。確かに一歩の歩幅は出たかもしれませんけども、これ走りに置き換えた時にですね、やはり足の回転、ピッチっていうのはですね、かなり犠牲になってくるので、結果的にね、トップスピード、そして 100m のタイムは伸びてこないですよね。なぜかというと、単純に走りを速くしていくためには、一番重要なのは、接地、地面につく瞬間に大きな力をかけられたかどうかというところです。なので、自分のね、重心、おへその少し下ぐらいにありますけれども、この真下近く、体の近くをね、踏んでいくのと、体の遠くを踏んでいくのでですね、その力のかけ具合って違ってきますよね。仮にアルミ缶が置いてあったとして、この位置で真上から潰していくのと、遠いところのカンカンを潰していくのでは、遠いところのカンカンを潰していくにあたっては、力のかけ方がですね、かけづらさがわかるかなと思います。つまり、大きな力を加えられないということはですね、地面から大きな力がもう返ってこないということ、回転数も上がってこないですし、一歩の推進力が生まれないということ、つまりストライドが伸びないということ、そこにつながってしまうわけですね。なのでもちろん一歩の歩幅どれぐらいね進めたかというところですね、測っていくのがストライドの計測の方法なんですけども、もっともっと重要なのは自分の重心が一歩でどれぐらい移動できたかどうかっていうところですね。なので足のついた位置、これもね大事になってくるんですけども、自分の重心が一歩で何メートル移動できたかなっていうのをですね、なかなかね普段測るの難しいかもしれませんけども、意識してみてもらうといいかなと思います。でこのストライドをですね伸ばしていくテクニックとかですね、求められる能力いろいろあります。先ほど言った通り、地面につく瞬間に大きな力をかけることが重要になってきますので、この瞬間に体の近くに足をついていくことですとか、ついた瞬間に膝や足首が潰れない体の強さとかですね、あとはお尻とか股関節周りの筋肉がしっかりと発達しているかどうか、短い時間でパワー発揮できるかどうかっていうのもね重要になってくるんですけども、今日はですね主にこの重心っていう話がさっき出ましたので、この重心をうまく前に進めていくためのスキルトレーニングですね、テクニックの部分のお話をしてですね、そこからストライドを伸ばしていこうというねアプローチをしていきたいと思います。でこの重心移動のスキルに関してはですね、簡単に行うと重心を倒していく、そうすると足って勝手に前に出てきますよね。つまり走るという動作、歩くもそうですけども、重心を少し倒す、そこに対して重心を乗っける、また倒す、乗っける、これの繰り返しになってくるわけですね。なので今日やっていきたいテクニックの練習としては、重心を倒していきます、そしてその重心が倒れた場所にしっかりとまた乗っかっていきますと、この2つの軸をですねしっかりとテクニックを磨いていく、マスターしていく練習をやっていきましょう。で練習の方法はですね、5つのステップに分けてみましたので、順序立ててねやってもらうと、この重心移動のね理解度深まってくるかなと思いますので、ぜひねトライしてみてください。まず1つ目ですけども、立位重心移動、つまりですね立った状態、まず前に進まずに重心移動してみましょうということですね。これどういうことかと言いますと、立った状態で足の裏しっかりとね地面につけてくださいと。
で、この状態でかかとの方からつま先の方に少しね重心を移動させていきます。そうすると前後に少しだけ揺れるのがね、わかりますかね。まあ非常に地味な映像になっているかなと思うんですけども、少しだけ重心が移動していると。なので足の裏をついた状態でも後ろから前に重心がですね少し移動することがわかるかなと思います。でこれね今日のやっていきたい内容のね基礎中の基礎になってきますので、例えばね後ろに移動した時につま先が上がってしまったりと、逆に前に移動した時にかかとが上がってしまったりねしないようにですね、まず立った状態で重心をですね少しだけ移動させる感覚を磨いてみてください。これステップ1です。それからステップ2ですけども、今の立位での重心移動、立った状態での重心移動からですね少し進み出してみたいと思います。なのでまっすぐね立ってもらった状態から、まあ、前後にねしっかりと重心を移動させて少し揺れるわけですね。で後ろから前に来た時に次歩き始めてみましょう。前後に揺れた状態から後ろから前に倒れてきた時に、その倒れた勢いとかですね倒れた感覚そのままに歩きを出してみましょう。で歩く際にもですね走ると違ってですねかかとから接地はしていきますよね。つまり足の裏でかかとからつま先の方に向かってですね、まあ、重心を移動させていく、まあ、正確にはですね地面についてかかとがつきますよね。でつま先の方に移動させている間に、まあ、今やったみたいにですね重心のおへそのねあたりがですね前方向に少し移動するかなと思うんですけども、この移動をまずねしっかりと感じてほしいですね。でポイントとしてはですね、皆さんの足の裏半分より前のところ、それから後ろのところ 50%50% で分けて考えた時にですね、もちろんね最初は後ろの 50% で地面にね対して設置していくんですけども、そこから前の 50% にぐんぐんと移動するスピードを上げてほしいということですね。いつまでもこうやってかかとに乗ってだるそうに歩かないということです。皆さんもね大きな大会で速い選手のね歩き方とか見てほしいんですけども、かかとからつま先の方にぐっとね重心を乗せていくと、この移動、足の裏の移動のスピードですね。これがね、速いのがね、理解できるかなと思います。で、なんとなくね、こうやってリズムを取りながらですね、前にぐんぐんって歩く選手、あ、この人速いなとね、わかるかなと思いますので、まあ、そういったね、意識しながらですね、この歩きはやってみてください。で、歩きでうまくできてきたら、次はね、ジョグをやっていきましょう。立位の状態で、まあ、後ろからね、前に倒れ込んでくると。で、前に倒れてきたら、その重心の位置ですね、崩れたところを感じながら、ジョギングにつなげていってみてください。もう一度やりますね。立った状態で、後ろから前に来たら、そこからジョギングをしてみるということですね。なので、歩きのところよりもですね、かかとからつま先の方に移動するスピードがもっと速くなってくるのがジョギング。で、この後やっていきますけども、短距離走ですね、スプリント動作においては、まあ、かかとはつかずにですね、足の裏の 50% 前の方で設置をしていくわけなんですけども、まあ、だんだんとですね走りに変化させていくっていうのがねとても大事になってくるかなと思います。はい、それからステップ3ですけども、今の立位で重心移動した状態からですね、次はスキップをやってみたいと思います。スキップというのもですね、地面のつき方としてはかかとからついてつま先の方に抜けていくと、このスピードが速いのがスキップ動作ですね。でこのスプリントドリルは足が後ろに流れにくいとかですね、出たところですね、足がポンと前に振り出たところに体重を乗せやすいという特徴があるので、この重心移動のスキルアップに向いているドリルになってきます。なので先ほどのですね立位の状態でちょっと後ろから前にですね重心を移動させてきたら、前に倒れた時にこのスキップを開始してですね、しっかりと足が出たところにまた体重を乗せていくと、この感覚を磨きながらスキップやってみてもらいたいなと思います。で、だんだんこのスキップのスピードを速めていく、それから遠くに行くと、段階的にスキップをね大きく速くしていったら、そのままね走りにつなげてみてもらうといいかなと思います。なのでここまでの3ステップ振り返ってみるとですね、まず立った状態で重心を転がしてみる、そして次はゆっくりですね歩きながら、もしくはジョギングをしながらですね重心移動を感じてみる、そして次はですねスキップをして、さらにですねその重心移動のスピードを上げていくと、そして実際その感覚を引き継いだままスプリント動作ですね、走る動作に切り替えてみるというね段階ですね。それではステップ4に行きますけども、ここはですね主にもも上げ動作を使ってですね、この重心移動、それからですねどちらかというと乗り込みのところですね、足がついたところにしっかりと体重を乗せていくと、このスピードを上げていく練習をしていきたいと思います。なのでもも上げという名前がついていますけども、実際はももを下げる動作、こっちが重要ですね。足が落ちたところに自分の重心を乗せていくわけなので、そこをね大事にやっていきたいと思います。でもも上げのドリルねいくつかあります。まずニーアップウォークといってですね、歩く動作ですね、足を上げてですね、その上げた膝の位置に腰を進める感覚で前に進みながら歩いていきましょう。片足ずつでもいいですし、両足ね交互にやってみてもらってもいいかなと思います。でここから段階的に走りに近づけていきたいので、例えば次は2ステップのもも上げですね。 1,2 のリズムで素早い切り返し動作をイメージする、それからですね軸足はしっかりと弾む感覚を持ちながらですね
やってみると。で、これがうまくできてきたら実際のニーアップ、もも上げ動作につなげていくというものですね。で、もも上げという動作はその場で皆さんね、やってもらうとわかるんですけども、足がね、後ろに全く流れないですよね。いわゆる前さばき。体の前で膝が入れ替わるような動作がもも上げです。ただし、このままではもちろん前に進んでいかないわけなので、この自分の真下を捉えるというね、感覚をそのまま引き継ぎながらだんだんもも上げで進んでいくわけですね。で、もうこれ以上もも上げの動作で進めなくなったら、スプリントに切り替えていってですね、足がね、つくべきであろうところにですね、体重を乗せていくと。そんなね、感覚、それからスキルをですね、このもも上げからのスプリントに切り替えてですね、磨いてもらうといいかなと思います。はい、ここまで来るとですね、だいぶスプリント、走りの動作に近づいてきましたよね。というわけで、最後の5ステップはですね、まあ実際走ってですね、しっかりと重心移動のスキルをマスターしていくというものですね。で、もちろんね、こういった平坦な走路を走っていくのも大事になってくるんですけども、緩やかな下り坂を走るとよりね、わかりやすいかなと思います。下り坂を走っていくということは、自分がね、斜め下に落ちていくわけなので、まあ、自然と重心が前方向に運ばれてきますよね。なのでストライドは自然にアップすることができます。なので皆さんのね、携帯のアプリとかで坂のね、傾斜測れるものありますので撮っていただいてね、測ってもらいたいんですけども、 3% から 5% ぐらいのですね、まあ、非常に緩やかな下り坂をあまりスピード速くなくていいので、ストライドが自然に伸びていく、重心が前に運ばれていくのを感じてみてください。そして地面につく位置ですね、先ほどからスキップとかですね、もも上げでやっている通りですね、体の遠くについてしまうと、まあこれこそね、ブレーキ動作につながってしまうかなと思いますので、足がつくべきであろうところに腰を乗せていくと、そんなイメージを持ちながらですね、下り坂を気持ちよくね、走ってみてください。で、例えばこの競技場で言うと、まあそこにね、下り坂があるんですけども、下り坂をね、走ってもらった後にですね、まっすぐにこういった平坦な走路を移動して、今のね、重心移動の感覚で進む感覚をそのままやってみるのもですね、いいかなと思います。もしくはですね、下り坂から平坦にそのまま走路がチェンジするところ、ここでですね、まあ、下り坂でしっかりと重心移動、前にね、すごいね、進んでいく感覚をそのままね、引き継ぎながら平坦な走路を走ってもらうのもですね、いい練習かなと思いますので、これもね、やってみてください。というわけで今日はですね、ストライドアップに特化したですね、重心移動のスキル練習ということで紹介をさせていただきます。こういったね、重心移動のね、スキル、それから乗り込みですね、足がつくところにですね、腰をグッと乗せていくと、重心を早く移動させていくと、このスキルを磨いていくのもね、もちろん大事ですし、この地面についた瞬間に、まあ膝とか足首がね、ぐしゃーんと曲がってしまっては大きな力をかけられないので、このパワーとかですね、強力な関節、腱を作っていくと、このあたりの作業も重要になってきますね。で、皆さんね、ぜひ練習とか試合とかでですね、100メートルどれぐらいの歩数で走るかっていうのをですね、計測してみてもらうといいかなと思います。例えば僕でしたら、練習でですね、ウィンドスプリント流し、少しね、余裕を持った形で走っていく場合ですね、まあ調子が良い時で44歩とかですね、ちょっと体が重いなとか、冬の練習の最中ですと47歩ぐらいですかね、まあだいたいどれぐらいの歩数でいけたかなっていうのですね、その日の調子が分かったりも、それから試合のところですね、前世紀自分のね、ベストタイム出した頃は、まあ48歩から49歩とかですね、ちょっと足にね、不安を抱えていてですね、一歩の強さが出ない場合は50歩かかってしまうとかですね、まあ単純に100メートル50歩であれば平均すると1歩2メートルになってくるわけなので、まあこういったね、平均ストライドとかですね、まあ本当はスタートのところ、中間疾走のところでですね、どれくらいのストライドが出たかっていうのはですね、見るべきかなと思うんですけども、まあなかなかね、そこまで測るの難しいかなと思いますので、まあ100メートルどれくらいで走ったかなとかですね、そういったところをね、目安にストライド伸びてきたかな、まだ足りないかなと評価をしてみてもらうといいかなと思います。また他にもね、ストライドをね、伸ばしていく練習の方法ってね、いっぱいありますので、ちょっとね、一歩の歩幅が出てこないとか、小さな走りになってしまうという方はね、ぜひ相談いただきたいので、コメント欄もしくは僕のね、 LINE の公式アカウントから DM いただければと思います。じゃあまた皆さんのね、質問などもね、お待ちしてますね。ではまた。